こんにちは、神田です。今日もですね、オリジナルの手ぬぐいを作ろうと思っているあなたに向けたプロからのワンポイントアドバイス、これをですね、していきたいと思います。今日はですね、この手ぬぐいの納期、制作日数についてのね、お話をちょっとしたいと思います。ちょっと見ていただけますかね。これが総柄の、これはプリントになるんですね。全体的に色がついて小さいトップが散らばっています。こういった既製品の手ぬぐいがあったりとか、あるいはこれは私どもの方でオリジナルで作ったものですけども、こういった、白地にやる、イメージ的に言うとこの白地に、この柄をつけた方がなんか、簡単に、なんていうかな、納期的にも早くできるんじゃないかなっていうことがね、思いますよね。ところがですね、工場によってなんですけども、このベタの方が得意なところもあったりするんですよね。で、この今お見せしたのが2つともは、プリントなんですけども、それ以外にこういった本染めですね、これは剣道になりますけども、本染めですね、本染めの手の。本染めは手作業になります。手作業になる分、やっぱり時間がね、かかるように思いますよね。実際、100枚を同じように作るとなった時にどちらが早いかっていうようなことになりますと、プリントでしたらね、機械が、どうでしょうね、5割6割ぐらい機械で、作るところがあります。その分を本染めの場合は手作業で作るという形になりますので、やっぱりその分ね、時間がかかってくるような気がします。ところがですね、本染めの場合はね、今お伝えしたように 100% 手作りなんですよね。ほとんど手作りです。逆にそうなりますと、少ない枚数なんかの場合、あるいは職人の手が空いてる場合は先にできるんですよね。機械の場合はちょっといろんな都合があってセットしたりね、インクを調合したりとか、いろんな、インク調合なんかは本染めでも同じでしょうけども、それ以外の付随するいろんな作業工程があったりするんですね、作る前までにね。で、やっぱり時間かかったりすることもあったり、工場の都合にもよったりとか、分業が進んでる分型を作って、それを工場に持っていく時の時間ロス、タイムロスがあったりとかね、いろんなことがあるわけなんですね。ですから、一般的には本染めの方が納期的にはかかるとは言われてます。ところが時期あるいはその時のタイミングによって早くできることもありますので、そのあたりですね、諦めずにですね、一度お聞きしてほしいんですね。一番いい方法をですね、お伝えすることができると思いますので、ぜひね、ご相談してみてください。よろしくお願いいたします。